皆さんこんにちはテクニカルライターの小寺信吉です。今日は IP 時代の幕開けを予言するとてもエキサイティングなスイッチャーをご紹介します。映像が SD から HD へそして 4K8K へと拡大していく中その時代を象徴するスイッチャーが各社から登場してきました。私も以前ポストプロダクションで働いておりまして数々のスイッチャーをこの手でオペレーションしてきたんですよ。 当時のスイッチャーはでかいし熱がすごいし重いしで大変でしたね。本当に機材の進化は目まぐるしいです。最近のスイッチャーにおいては IP 時代の幕開けとともにこれまでのベースバンドでは考えられなかった新しい発想のシステムが期待されています。そんな中今日ご紹介するのがこれです。ご覧ください。パナソニックが満を持してリリースした次世代のスイッチャー。 ケイロスですそれでは早速ケイロスの紹介をしていきましょうここでは三つの特徴に分けてその素晴らしい機能を見ていきたいと思いますまず一つ目の素晴らしいところケイロスは GPU ベースのソフトウェアスイッチャーなんです これまでのスイッチャーは実際の映像ソースをマルチビューで確認しつつプレビューモニターを見ながら映像を組み上げていました。そこにはハードウェアとしての限られたリソース、すなわち ME の列数やキーヤーの数、DME のチャンネルなどを考慮しながらできることはできる、できないことはできないといった見極めが必要でした。今回ご紹介するケイロスは これまでのハードウェアスイッチャーの概念を覆します。すべての映像処理はソフトウェアで行われ、GPU を使って具現化されます。GPU パワーが許す限り、クリエイターのイメージ通りの映像をライブで作り上げることが可能になりました。そして2つ目の素晴らしい特徴。それはケイロスが従来の ME スイッチャーを超えた レイイヤーースイッチャーだとということです。ME 型スイッチャーは1列に搭載されるキーヤーの数が限られるため複雑な多重合成の場合は1列目で作った映像を2列目でリエントリーしそれでも足りなければ3列目と複数段にまたがる操作が必要でした一方ケイロスではまるでノンリニア編集ツールのようなレイヤー合成を基本としています 多重合成も映像ソースの数だけレイヤーを積み重ねていくだけですのでシンプルかつ合理的にそして超効率的に映像をデザインすることができますそして3つ目の特徴は多岐にわたる映像ソースの入出力規格を持つということです現在多くのスイッチャーは SDI や HDMI といったベースバンド入出力を基本としています しかし、K-LOS では映像の入出力を IP とベースバンド両方で行います。現在、IP 伝送には複数のフォーマットが存在しますが、ほとんどのフォーマットをそのまま受け入れるだけでなく、異なる解像度、異なるフレームレートの映像ソースもソフトウェアベースで処理します。入力されたソースのモニタリングは、ユーザーが自由なレイアウトでマルチビューをなんと2枚構成できます。 出力は複数の解像度だけでなく異なるアスペクト比の映像を複数ライン出力可能です。ブロードキャスティング用の本線だけでなく同時にスタジアムスクリーンやプロジェクションマッピング用の映像出力も得ることができるのです。まさにケイロスはスイッチャーの枠を超えた次世代のライブ映像プラットフォームなんです。 ここからは実際にケイロスが作り出す無限の可能性についていろいろと操作をしながらお話ししたいと思いますケイロスの映像合成の中核をなすのがこのケイロスクリエイターですまず入出力の方から見ていきましょうか、えー、インプットはこちらで管理していきます現在32入力、えー、入力が可能になっていますそして アウトプット。こちらは現在16アウトプットが可能になっています。こちらご覧いただけますと、えー、解像度がそれぞれ設定できる。それからフレームレート違いも設定できる、えー。こうした出力機能を持っているわけです。では実際にレイヤー合成するのがこちらのシーンメニューということになります。レイヤーを積み重ねていって画像合成をするとともに、こちら右側の画面ですね。 こちらで各レイヤーの細かいいセッティングをやっていきます。例えばトランスフォーム 2D で位置を変えたりあるいは黒マキーセッティングでパラメータを調整したりといったことは全部こちらの右側の画面で行います。そしてこちらトランジション画面なんですけれども重ねていったレイヤーをどのようなトランジションでテイクしていくのかまた えー、そのテイクするボタンコントロールパネル上のボタンどのボタンに割り当てていくのかそうしたことをこちらの画面で設定していきますまたオプションになりますけれどもオオーーディオミキサー機能も搭載しています入力ソースからやってくる音声をこのようにグラフィカルな操作でミキシングしてマスターへ出力するそういった機能も搭載していますそれから マルチビューの画面なんですけれどもこうした実際に今映像が送り込まれているそういう状況をこちらで2画面分確認できるとともにレイアウト画面を使ってどういったパターンのマルチビューにするのかそういった設計も自由に行うことができますご覧のように GUI を使ったマウス操作によって 多重合成のレイアウトを構築。リアルタイムで実際の映像合成をプレビューできます映像入力や内蔵ラムプレイヤーのプライマリーアサイン出力系統への振り分けさらにはコントロールパネルのボタンアサインなどすべての機能を一つのソフトウェアでコントロールします非常に直感的でいいですね K-LOS クリエイターはソフトウェアなんですなので ノート PC で映像効果やデザインを仕込んでおき、本番の現場に持ち込んでテイクするといったことも可能です。加えて遠隔地から合成シーンを転送したり、複数台の K-LOS システムへ設定や合成シーンのテンプレートを配布するということもできます。これは素晴らしいですね 冒頭にも触れましたが、ケイロスはソフトウェアベースのレイヤースイッチャーです。レイヤー型スイッチャーというのは、従来の ME 型と違い、ノンリニア編集や写真合成ソフトなどの概念と共通するものです。初めてスイッチャーを使う人であれば、どちらかというと ME 型よりも当たり前に理解しているところだと思います。むしろ IT 世代の皆様からすれば、列ごとに効果を作って、 リエントリーで下へ下へ下ろしていく ME スイッチャーの方が奇妙に感じるかもしれませんね。ケイロスのレイヤー構造は今の時代だからこそ受け入れられやすいシステムだと言えるでしょう。実際にちょっとやってみましょう。まずこのベースとなる映像の上に2人の人物を P-INP する、そういうシーンを作ってみます。まず人物の1人目。 そしてその上に二人目を乗せていきます、えー。場所を動かしてクロップで二面作っていきます。そして名前のテロップ。さらにその周りにエッジをつけていきます。そしてこの二面割全体をサイズを変えポジションを設定していきます。 このぐらいでしょうかね。そしてさらにその上にライブテロップを載せていきます。これ動画のテロップですね。どんどん載せていきます。こうした合成は ME スイッチャーだとちょっと面倒くさい感じになりますかね。でもさすがレイヤースイッチャー、こうした多重レイヤー合成は本当に得意ですよね。 そして最も私が気に入っているのがケイロスのアウトプットの自由度ですケイロスには映像を自由な解像度やアスペクト比に出力できるキャンバス機能があります放送向け解像度とフレームレートだけではなくプロジェクターやマルチスクリーン向けの出力も同時に得ることができるのですここにある4画面マルチスクリーンを使ってちょっとやってみましょう キャンバス機能はシーンモードの中にあります。こちらシーンセッティングのアドバンスというところを開いています。現在の出力は 1920×1080 になっています。これを縦2倍2160に変更してみます。はい、これで 1920×2160 という解像度で出力しているということになります。 一方映像の方はセンターへ位置しておりますのでここはトランスフォーム2 d セッティングを使ってスケールアップしセンターへこのようにキャンバス機能を使うとさまざまな解像度さまざまなアスペクト比に対してベストな状態の映像出力を簡単に得ることができるんですねでは次に 三十二対九という横長の映像出力を設定してみましょう。同じようにアドバンストの出力のところ。千九百二十。これを二倍にするわけですから。三千八百四十。今現在。三十二対九という横長の映像出力を得ることができました。ライブ会場の現場では。やっぱりこうした横長の大迫力の映像。 ここれは欲しいところですよねそしてこうした横長の映像であっても従来のオペレーションと全く変わりなくテロップなどを載せていくことができます。さらに k イ o s では内部ジェネレーターを使って時間の出力やそれからスコアのアップこうしたものも全て KLOS の中のジェネレーターで 作成すするることができるんできんブロードキャスト向けの映像出力だけではなく現場のライブの演出には欠かせない大迫力の横長の映像こうしたものもケイロスでは同時に得ることができるんですね。 ケイロスクリエイターで作り上げた合成シーンを実際にオペレーションするのがコントロールパネルの役割です。ケイロスのコントロールパネルに対してオペレーションしやすいスタイルを作り込み、ボタン配列も含めた自由なレイアウトで操作することができます。こちらがケイロスのコントロールパネルです。一見すると普通の 2ME のコントロールパネルに見えますね。 2ME のコントロールパネルは上の列と下の列は同じ機能を持っています。さらにこの縦のクロスポイント列もすべて同じ映像が流れている。これが ME スイッチャーの常識でした。しかしケイロスの場合は違います。一つのコントロールパネル上に複数の異なるシーンのコントロールを割り当てることができるんです。例えば今一番下の列は ブロードキャスティング用の出力のコントローラーになっています。レイヤーを一つずつ出していく。こういった操作。全部いっぺんに出すのか、あるいは短い時間差で出すのか。こうしたオペレーションもすべて手元のテイクボタンで、オペレーターの気持ち次第で演出を変えることができるんですね。そして上の列。こちら、半分のこの部分だけ。 こちらの方が32対9の横長のスクリーンに対するコントローラーになっているんですそしてこっちの半分こちらの方は16対18の映像出力のコントローラーになっていますケイロスでは複数の映像出力を出すことができます そのためコントロールパネルにも複数のシーンを同時にオペレーションできるそのために一つのコントロールパネル上に複数のコントロールを割り当てることができるんですこのあたりは柔軟な設計で素晴らしいですねちなみにこの天井にあるリモートカメラこちらもジョイスティックでコントロールできるんですやってみますよどうですか K-LOS はリモートオペレーションにも対応していますマルチビューの映像も IP で送ることができますし遠隔でカメラも動かせるとなると現場にスイッチャーがいらないというそんな今の時代にマッチしたシステム構築ができます IP 時代の新世代スイッチャー K-LOS 現代のクリエイターにとってより分かりやすいレイヤー型で映像合成をデザインできます それだけでなく、IP、ソフトウェアベースならではの汎用性や拡張性を持ったシステムであることがお分かりいただけたと思います。今後の機能拡張もソフトウェアのアップデートで可能になるなど既存のスイッチャーの概念を覆すスイッチャーシステムは映像機器の新しいあり方の提案でもあります。来るべき IP 伝送自体を見据えたスイッチャー 触ってみれば、その凄さがわかると思います。経ロスの作り出す新しい世界、とても楽しみです。ペナサメクビジネス。